ウリ第一ダム。ウリ第一ダムは、北海道ウリ郡幌加内町、一級河川、石狩川、水系ウリ川最上流部に建設されたダムである。北海道電力株式会社が管理する発電専用ダムで、堤高四十五点五メートルの重力式、コンクリートダムである。ダムよりも人造湖である朱鞠内湖の方が有名であるが、この朱鞠内湖は、淡水面積、 ダム湖の面積のことが日本で最も広い人造湖である。戦時中である1943年、昭和18年に完成して以降、この記録は未だに破られていない。苫小前に製紙工場を建設し、その電力を供給するために千歳川の電源開発を実施した王子製紙は、対象末期になると竜川の電源開発を試行し始めた。当時の王子製紙は、 本業の製紙業の他に、電力事業を展開しており、豊富な原生林と水量を得ることのできる、アメリ線上流部はまさに魅力的であった。1928年、昭和3年王子製紙は、雨流側川電源開発を推進するために、雨流電力株式会社を子会社として設立。ダム並びに、シュマリナ内湖の敷地は、北海道帝国大学の演習林、原、 北海道大学北方生物系にイールド、科学センター森林研ステーション無流研究林であり、赤江戸松の巨木が茂る原生林であった。王子製紙は北大から、この円周林を購入しダム工事に着手した。一方北大は、土地売却代金と水没予定地の木材売却代金を、北海道大学理学部級庁舎の建設費用の一部に当てたとされる。 ダムが建設される地点は、ウリュー川源流部にあたり極めて山深く、陶器は深い雪に閉ざされる極端の地であった。このため新名線を延伸して工事用資材をダムサイト予定地まで運搬するための鉄道延伸工事をしし、完成後に本格的な工事を開始した。元川のウリュー第一ダムとウリュー度延定、ダム直下流でウリュー川に合流するう川に、ウリュー第二ダム、 右下写真を建設し、さらにダムの水を利用して、認可出力5万1キロワットの雨流発電所を建設することが目的である。建設開始直後、雨流電力は国家による電力等政策によって強制的に解散させられ、日本発送電株式会社に吸収させられた。以後は、日本発送電によって建設が進められたが、折からの戦争に伴う資材不足と冬は、 マイナス摂氏40度にもなる骨幹に悩まされ、この地域は日本で最も極寒の地域でもある、多くの建設従事者が犠牲になりながらも1943年、昭和18年に、ウリュ第2ダムと共に完成した。だが建設に際しては、連合国軍捕虜が強制労働を強いられたほか、アジアからの多くの出稼ぎ労働者等も、同様の劣悪な環境で従事せざるを得なかった。 建設に従事した労働者は延べ600万人と言われ、1日あたりでは最大7000人が労働に従事したと伝えられる。そのほとんどは過酷なタコベ屋労働であり、さらに約3000人に及ぶアジアからの出稼ぎ労働者が建設に従事したとも言われる。正確な状況は現在も不明であるが、多数の労働者が過酷な労働と玄関の気候に耐えられず犠牲となった。 湖畔にほど近い場所に立つ蜜蘇寺に当時の犠牲者の遺杯や遺品が資料パネルと共に展示されている。ダム建設に際し、建設用物資を輸送するための鉄道整備も行われた。1924年、大正13年に深川と幌か内を結び旧、国鉄により敷設された新名線である、詳細は新名線を参照。 ダム建設が本格化する様になった1932年、昭和7年に、幌家内の先の添え牛内駅と島鞠内駅間 10.2km が開通し、深川駅と直通。さらに本体工事が開始された後の1941年、昭和16年には、名寄市西部の茶市内駅と島鞠内駅間 35.8km が完成して、名寄駅とも直通。 資材運搬に威力を発揮した。だが戦後乗降客の減少に伴い深刻な赤字路線に転落、当器の交通事情に鑑みて、JR 北海道発足後も過労じて存続されて、いたが国道275号、空地国道等の整備が図られば水輸送が当機でも可能に行ったことから1995年、平成7年9月4日に全線廃止となった。 戦後、日本発送電は分割されることになり、1951年、昭和26年に、全国旧電力会社に分割、民営化された。これ以後ダムと発電所の管理、運営は、北海道電力株式会社に移譲され、現在は、北海道電力宇流ダム統合管理事務所によって第一、第1、第2ダムは統合管理されている。宇流第1ダムの安部ダムでもある。 ウリュ流ド園庭は、形式が、アースダムで高さは22.0メートル。ウリュウ第二ダムは高さ35.7メートルの重力式、コンクリートダムである。なお、ウリュウ発電所は、土木学会による土木学会戦勝土木遺産に登録されている。ウリュウ第一ダムと第二ダムの間では、貯水を融通するトンネルが設けられ、これらダム庫の水はさらに、 トンネルを通して石狩川から北海道第二の大河、手塩川に流域変更され、手塩川沿いにある雨流発電所において発電される。石狩川水系では、滝里ダム、空地川の滝里発電所に次ぐ規模の水力発電所でもある。ダムによってできた人造湖、シュマリナ内湖は日本屈指の大人造湖である。淡水面積2373ヘクタールは、 徳山ダム、伊比川の2倍の広さを有し、これは現在でも破られていない、そして将来もまず破りない、日本一の広さである。また、早朝水容量は2億に465万3万三千トンで、完成当時は日本一、現在は北海道一である。ただし夕張シューパロダム、夕張川が完成すると、道南一の座は明け渡すことにいる。 湖岸は複雑に入り組んだ地形となっており、原生林に囲まれたその佇まいは自然湖にも等しい。キャンプ場なども整備されており、1974年、昭和49年にはシュマリナ内道立自然公園に指定され、宇流川には下流に北海道開発局農業水産部、農林水産省と北海道企業局が共同管理する高パクダム、重力式、 コンクリートダム。37.0メートルが1953年、昭和28年に完成している。灌溉と発電を目的としており、北海道企業局が管理する高パク発電所は、認可出力5700キロワットである。北海道内の水力発電開発は、雨流川の事業を経て、このホ石狩川、上流、トカチ川や、 日高一貫電源開発計画によるニーカップ川、静内川の大規模水力発電開発に発展していく。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。